相模線は、神奈川県茅ヶ崎市の茅ヶ崎駅と相模原市緑区の橋本駅を結ぶ東日本旅客鉄道の鉄道路線である。東海道本線の茅ヶ崎駅から相模川に沿って北へ向かう路線である。南側は相模川の東岸沿いを通り、北側は相模原台地の西側を築地区定や切通しの連続で登り詰める。元は相模鉄道の路線であったが、 東海道本線と中央本線とを結ぶバイパス路線として後に国有化された。過去には支線として1931年に廃止された寒川駅から川寒川駅への支線と1984年に廃止された寒川駅から西寒川方面への支線があった。路線名の相模は相模鉄道に由来するもので、 相模鉄道が神中鉄道を九州合併した際に相模鉄道の路線と旧神中鉄道の路線を区別するために付けられた相模線の名称をそのまま使用している。旧国名に直接由来するものではない。全線が旅客営業規則の定める東京近郊区間及び IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。 旅客案内や車体に使用されるラインカラーは相模川をイメージした濃い水色である終点である橋本駅は中央新幹線の停車駅となる予定であることも絡み地元自治体から増発や伏線化などの要望があるが莫大な費用がかかることが予想されるため JR 東日本からの具体的な動きはなく途中駅に列車の行き違い施設を作る要望に関しても 同様の理由で動きはない。前線を JR 東日本横浜支社が管轄している相模線は相模川の砂利輸送を目的として建設された路線である。1921年に相模鉄道による私鉄線として開業後、太平洋戦争中の1944年6月に国有鉄道化された。相模線を国有化した理由は、 戦時体制の下都心が攻撃された場合に備え八甲、横浜、相模線の迂回ルートを確保するためであったとされる。国鉄分割民営化の前には、元の運営者である相模鉄道が東路線の譲り受けを検討したことがあったが、従業員の引き取りなどで条件が折り合わず、実現しなかった。詳細は、相模鉄道歴史を参照。相模線は、 高度経済成長後の1980年代になって沿線がベッドタウン化し、現在のような運行形態が取られるようになったが、それまでは沿線人口は少なく、1960年代の沿線都市人口は、相模原市の約20万人が最大で、沿線第三の都市であった厚木市でさえ8.9万人に過ぎなかった。 さらに相模川の砂利採掘が禁止された1960年頃には貨物輸送も激減し、1971年度の収支係数は374と関東地方の国鉄線の中では鹿島線の634、木原線の459に次ぐ第3位の赤字路線であり、これは現在第3セクター化されている。 足尾線の361や蒙古線の345よりも悪く、1968年に赤字83線に選定され、廃止対象とされたカラス山線の265を遥かに下回っていた。このような経営状況にもかかわらず、相模線は1970年12月21日の日本国有鉄道諮問委員会報告書において1、 地方ローカル線としては破格の感染系線区に区分され、これが翌年明るみに出ると、専門家の間ではこれを疑問視する声も聞かれた。相模線は、このように、関東有数の赤字路線であったにもかかわらず、厚木市の日産自動車工場の製品である自動車を輸送する路線として、またベッドタウンの足として位置づけられ、国の資本が投下され続けた。このため、 この事情を知る専門家からは一部独占資本に放仕する国鉄と囁かれていた。相模線は1987年の国鉄分割民営化で JR 東日本の路線となり、1991年には全線が電化され、当線のために申請された当時では最新型の車両が投入された。電化によるスピードアップ。 およびダイヤ改正による運行本数の増加、海老名駅の開業、横浜線への直通運転の復活などで利便性向上が図られ、また京王相模原線の橋本駅の入れや沿線のベッドタウン化など周辺環境の変化もあって、通勤・通学での利用客が増加し、現在は通勤・通学路線として定着しているものの、それでも都心へ向かう、 旅客流動とは、無関係な線形ゆえ、周辺多線と比較すれば、圧倒的に乗客が少ない。開業前、編集開業後、編集電化記念ヘッドマークをつけて走る205系500番台あたり、線形油で改装された、雲波40系、電車4054プラス4074、全40列車が、相模線用に投入された205系500番台。 電車4両編成で運転されており、すべての列車が各駅停車である。基本的には、茅ヶ崎駅橋本駅間の線内折り返し運用だが、朝夕の一部列車は、橋本駅から横浜線に乗り入れて、八王子駅まで運転されている。この八王子駅発着列車は2015年3月13日までは、10往復設定されていたが、 翌14日のダイヤ改正で6往復に減便された。また、茅ヶ崎駅海老名駅間の区間運転も行われている。日中は全線直通の列車が約20分間隔で運転されている。かつての非電化時代には、橋本駅南橋本駅、玄東間駅、厚木駅間、茅ヶ崎駅寒川駅間などの区間運転も行われていた。また、 両運転台機動車による単行運転の列車も存在した。1991年の電化後もしばらくは、橋本駅厚木駅間の区間運転が、深夜の最終列車と早朝の一番列車に上下各一本ずつ設定されていたが、茅ヶ崎駅まで延伸されて消滅した。2016年6月現在、厚木駅経由の相模鉄道への公衆輸送などは、昼間に、 貨物列車のダイヤ設定がなくなったため、深夜帯に臨時貨物列車として運転されている。全列車とも205系500番台の4両編成が使用される。車体の帯は水色のう2色である。1991年製の車両で、新造編成としては205系の最終形態であり、 最終の一編成は4両とも大船工場で製造された。相模線では電化以前よりドアの開閉を12月から3月まで半自動扉で行っていたが、電化後のこの車両では当時としては最新型のボタン式半自動扉を採用し通年で使用している。ただし直通先の横浜線内では、 車掌の一括操作によりすべてのドアが開閉する。橋本駅では、八王子業も含めて、相模線ホームに発着のため半自動扱いとなる。他にも、運転台には、航路表示や運行制御を行うモニタ装置を備え、前述のドアは、カモイ収納式の機構となっており、座席の色も、線区色のライトブルーになるなど、他の205系と異なる。 新たな試みが多数実施されている。パンタグラフは2号車の4号車側に設置されている。2009年3月31日までに、船内を走る13編成すべての車両のパンタグラフが、菱型パンタグラフからシングルアームパンタグラフに換装されている。また、ドアチャイムもすべての編成に取り付けられている。電化開業前の試運転では、 南部専用の205系6両編成を4両に短縮した編成が使用されたことがある。電化前に使用されていたキハ35系相模線は国鉄分割民営化当時 JR 東日本の東京近郊区間内では八号線とともに機動車が運転される数少ない線区であった。1991年に相模線が電化されたことにより神奈川県は 当時鉄道路線がなかった沖縄県を除けば日本で初めて機動車による定期旅客列車が存在しない県となった。これは八甲線八王子駅駒川駅間電化による東京とより5年早い。また横浜市金沢区の東急車両製造で落成した全国各地向け機動車の公式市運転路線としても有名であった。北海道向けから 九州向けまでの車両を見ることもできたことは、下記に見られた、暴走線の臨時快速で全国から借り出された核、地域使用機動車が見られた千葉地区に次ぐものである。過去には、以下の車両を使用していた、以下に示すのは全て機動車である。相模鉄道時代の車両、編集、相模鉄道の蒸気機関車、相模鉄道の客車、及び相模鉄道の機動車を参照。 相模線内各駅の発車メロディは、打線区にはない、近郊地域20番、近郊地域20から1番生徒、鉄道愛好家の中で通称されている曲のみとなっている。かつては2001年の高架化から2016年まで、上溝駅で、セセラギのフェードアウト版が使用されていた。近郊地域20番は、 学校のチャイムのような曲で使用しているのは、橋本駅、玄東間駅、海老名駅、厚木駅、寒川駅の各駅。もう一曲の近郊地域二重から一番はかつて存在した石丸電機の QCF ソングに近い感じの曲で、南橋本駅、上溝駅、万田駅、下溝駅、相武大河駅、入谷駅、鮭駅、倉見駅。 門沢橋駅、宮山駅、香川駅、北茅ヶ崎駅の各駅で使用されている。電化され、駅自動放送が導入された際には、全駅が近郊地域20番に統一されていた。また、駅自動放送は、茅ヶ崎駅、橋本駅が、アトス、海老名駅、玄東間駅が、東海道型放送、寒川駅が、岩根型放送、北茅ヶ崎駅、香川駅、川駅宮山駅、 倉見駅、門沢橋駅、車形駅、相武大河駅、下溝駅、万田駅、上溝駅、南橋本駅が、岩根、縦山型放送、入谷駅が新戦国型放送、それ以外の駅は戦国型放送である。なお、以前は全駅とも東海道型放送、上溝駅は2001年の高架化から2016年まで、ユニペックス型放送が使われていたが、 放送装置更新や駅舎リニューアルなどに伴い、現在の形になっている。うちは、起点からの営業キロ、寒川支線寒川駅西寒川駅、忍宮駅寒川駅川寒川駅廃止区間にある駅を除く。括弧内は、茅ヶ崎駅起点の営業キロ JR 東日本調べ1日平均以下の区間で新駅を設置する計画がある。ありがとうございます。